行くとしよう。 エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間。メガタは食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り。そして、あらかじめ立体機動装置メガタの中にいたやつは今、我々と同じ。でもそれは、装備は破損して戦闘服さえなく。メガタの巨人は 叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させた敵が力を残す術を持って。 リヴァイ兵長？いや、違う。誰だ？ メガタの巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。 俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。 お前の力はリスクが大きすぎる。 なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか？ どうなのエレン、 私たちのことがそんなに信じられないの？ 我が藩の勝利を信じてます！ ご武運を！ 進もう、振り返らずに。 必ずメガタを仕留めてくれるはずだ。 誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。
悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。休む暇はないよ。いざ。ここで殺す。この調子だ。信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いろ。見たか、すげえ。あの女型が一方的に…とどめだ！エルド！なんてよ！ペトラ！早く体勢を直せ！刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを殺す。信じたいと思ったから、みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ。俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。
食ってやる。おい、エレンはどこだ？巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。逃がさん。この調子だ。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。この調子だ。いざ。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。やったか。ここで補給するんだ。皆さん、次から次へと湧いてきやがる。この調子でいざ。見えた。奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。拠点はここでいいの？よし、この拠点で補給していくといい。ここでエレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。
エレンを救い出すことに専念しろ。救援要請を確認した。援護に向かう。すごい、やるじゃない。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そうだ、お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。早い、早すぎて女型が攻撃を防ぐ暇もない。よし、奴も疲弊してきたようだな。もう少し。エレン、待っていて。今助けるから。ミカサ、任せました。この調子だ。逃がさん。してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。調査兵団は戦果もなくカラネスクへと帰還した。重要な戦力であるリヴァイ兵士長の負傷、歴戦の精鋭たちの死、多くの犠牲を払って第57回壁外調査は終了した。壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。彼が壁外で目にした光景、それは彼の心に壁外調査の過酷さと世界の残酷さを深く刻んだ。だがそれでも彼は生き残った。その奮闘を見込んだエルヴィンによって彼はとある作戦への参加を命じられる。